ものみっけ。バグ発見。いけポポ先輩、ご苦労で。もらえるもんはもらっとけい。このみっけ。でも無駄だし。ああ、気になるから言えよ。もらえるもんはもらっとけい。待って。お、いいものみっけ。キーサポートよろしく。俺たちの連携は、もらえるもんはもらっとけい。
うわー、あぶねー。見つかった。いけー、ポッポ先輩。しない方が上位です。お、いいもの見っけ。リブちゃん超やばいし、わかりよかまずいな。まずいな。リュウト、調子はどうだ。じゃなかった。惚れてるの。いえ、あくまで部活動と割り切って頑張ってます。見つかった。逃がさない。もらえるもんはもらっとけい。
リグレット様万歳。リグレット様万歳。いいものみっけ。バグ発見。やばくないですか。山本、無事だったのね。よかった。けっ、しっかり裏切ってんじゃねえか。さて、まだ抗う気かな。たとえここで私たちを倒せても、ブラフマンやリグレットはもっと強いよ。今のあんたたち程度じゃかなわないことぐらいわかるだろ。いわゆる圧倒的不利、危機的状況ってやつさ。ここまで来てもらって悪いんだけどね。ただ私はお前たちを結構気に入ってる。私も現実じゃどん詰まりさ。ちょっとだけ同族意識もある。だからさ、提案だ。ここでおとなしく私に従ってくれれば、リリドゥで元通り暮らせるようにしてあげるよ。今回の騒動の記憶なんて消したっていい。平穏な日常が戻ってくるんだ。それは幸せなことじゃないか。町は闇に飲まれて、人はその形すら奪われてしまったのに。今の状況は必要最低限の犠牲さ。ただどうせ一から作り直すんだ。問題ないだろ。スクラップ&ビルドって言葉聞いたことないかい。気が合いませんね、私たち。そうだね、仲良くなりたかったんだけどね。リーダーは君だろ。どうする、世界の半分をやろうってなもんだよ。面白いね、君もなかなかの嘘つきだ。空気の読めない部長の代わりに断る。真っ向勝負だ。なるほど、交渉決裂ってやつだね。仕方ないね、キューピー。わかるぜ、山本ココア。小畑先輩、名字で呼ばないでよね。うっせ、俺もお前も結局はモブみてえなもんだ。現実じゃどうしようもねえクズなんだよ。だからよ、最初はこの世界が嘘だって知って腐った。嘘でも楽しくやれりゃいいやって思ってたぜ。でもよ、こいつらと一緒に戦ってる間にちょっとだけ正直上がってきたんだよ。巻き込まれモブの俺がまるで主人公だろ。かっこよすぎて笑っちまうよな。俺が世界を救うんだってよ、コバト。俺もお前も向こうに帰ったってクソみてえな生活しかねえ。でもよ、多分ここ逃すともうねえぜ。俺たちクソモブが世界を救う主人公になれんのはよ。何それ、男って子供なんだから。なんだよ、いい女じゃねえか。正気か、君たちのその選択の先に待つのは
絶望のみだというのに。そうね、みんなで帰りましょう。ええ、俺もです。皆さんと一緒なら足だって震えません。ミュウは優しさを込めて私にメビウスを作ってくれた。彼女の力が人間に寄り添える可能性を信じたから。なのにあなたたちはその力を使ってリドゥを作って私利私欲のために使おうとしている。そんな勝手なこと許せない。そうだ、母の思い踏みにじらせてなるものか。人類の命運をかけた戦いだ。緊張するだろう。もうあんたの挑発なんかに揺らがないのよ。私たちは私が導いてあげよう。全力で行くぞ。さらに強くなったね、た君たち。君たちは強くなりすぎた。なんだ？時間だね。あ、君たちは目の前の戦いには勝ち続けた。でも本当の勝利を手にするのは私らってこと。本当の勝利って何よ。たくさんの人を犠牲にしてあんた自身もボロボロで、リドゥ完成させて何がしたいっていうの。わけがわからない。ブラフマンの目的とやらは知らないがね、私は政治利用するためさ。政治？ああ、リグレットは歌と声の力で人々を操れる。政治に使わない手はないだろう。そしてリリドゥが完成すれば現実への介入も可能となる。理想の現実は日本を作るためにその力を貸してもらうという取引なのさ。そんなの自分でやればいいじゃない。それだけペラペラ喋れるんだからズルしないで自分でやりなよ。喋れない。え、どもるのさ。生まれつきの体質でね、頭の中では無数に言葉は浮かぶんだがね、つっかえて出てこない。それは父親が政治家だったんだがうまくいかなくてね、どうにかしてサポートしてやりたくても私の体質のおかげで足を引っ張るばかりさ。これしかないだろ。目の前に近道があったら選ぶだろ。なんだ、くっそでかかったぞ。おい、大丈夫さ、安心しなよ。この塔は再構築に巻き込まれない。クダン、プラフマン、あのクズが。私の夢、お父さんとの。クラン！プラフマン、あいつ私たちもろとも。山本！マキノちゃん！彼女のコントロール権の消失を確認した。もう九段の言う通りにはならない。マキナ、お前たちはリグレット様のもとへ向かってくれ。僕は彼女を安全なところに運ぶ。マキナ、お前は一体何を。ブラフマンの手下ではないのか。
僕はブラフマンの下についた覚えはない。リグレット様の配下だ。それって同じじゃないの？僕の中では明確に違う。僕はリグレット様が何を考えているかわからない。でもあの人はブラフマンに隠れてお前たちに何かを伝えたがっていた。さあ早く。マキナちゃん、今でも死ぬのが怖い？怖いよ。でもうまく言えないけど、今は死にたくないっていうより生きていたいんだ。今になって笑われるかもしれないけど、クダに一度殺されてみてやりたいことがいっぱいできたんだ。死にたくないのと生きたいのは別なんだね。不思議だよ。大丈夫、何でもできるよ。マキナちゃんには時間がいっぱいあるんだから。必死に自分の人生を生きていたらいつか死んじゃうことなんてきっと忘れちゃうよ。頑張ってね。もらえるもんはもらっとけい。この身
はじめまして、帰宅部諸君。ようやく会えたな、ブラフマン。しかし遅かったですね。もう終わりです。何が終わりだ、この金ピカ野郎がよ。今からボコボコにしてやっからな。終わっているんですよ。あなたたちのおかげで膨れ上がったエネルギーは全てリグレットのものだ。今こそ彼女は、リグレットはリリドゥの女神となるのだ。リグレットこそミュウを超えるバーチャドールだ。ミュウにできなかったことを僕とリグレットが果たすのだ。笑わせるな。何がバーチャドールだ、何が母を超えるだ。負け惜しみでしかないですね。お前には僕たち人間の気持ちがわからない。でもリグレットならばそこに寄り添える。無条件に人を甘やかすこともない。ただ弱さと悲しみにだけ寄り添い。それは認めるよ。当然の話だ。リグレットはバーチャドールじゃない。何よ。人間なんだろ、リグレットは。え、リグレットが人間。すっかり騙されていた。リグレットの正体はバーチャドールのふりをした人間だ。知っていたのか。びっくり。そうか、人間だもの。人間の気持ちがわかるのは当然よね。さっき立ち寄った隠し部屋でリドゥの内部を盗み見て気づいたんだ。今までのバーチャドールとは違う発展性と成長性、そして人間の望みを的確に叶えていく繊細さ。巧妙に偽装されていた最後のブラックボックスの正体、それはありふれた人間だったんだ。最初はまさかと思ったけど間違いないみたいだな。さあ、どういうつもりなのか答えてもらおうか。ありふれた人間だと。その程度の分析しかできぬバーチャドールが神に盾つこうなど笑わせてくれる、うん、ミュウもアリアも当然ゴミクズのような貴様も不完全な存在すぎる。そんなものが神になれるか。いな、神に最もふさわしいのは全てを満たす完全な存在。そう、僕の娘だ。愛の力を見せてやろう。リグレットがブラックマンの一体。手加減はなしだ。メタバー説の木図となるがいい。何、人の視野。全力で行くぞ。帰り、僕たちの邪魔はさせない。魂ごと消し飛ばしてやる。手加減はなしだ。死んどけ。身勝手な。何、何、愛の力だ。お前全力で行くぞ。どうだ。愛は負けない。痛くない。愛のために戦ってるんだ。一つも痛くない。
イカれてやがる。どういうことなんだよ、説明してよ。確かにリグレットはバーチャドールではない。あれは正真正銘僕の娘だ。リグレットが人間？全部親子で騙してたってこと？そうだが、あの子は僕が、ブラフマンが父であるとは知らない。知る必要がない。どういうこと？僕はね、あの子が笑顔でいてくれればそれでいい。それが人の親というものだよ。質問の答えになってない。僕はね、ミクロメビウスを改造してリドゥのシステムを構築した。そしてリドゥの中ではあの子がバーチャドールと同様に振る舞えるようプログラムしたんだ。ずっとずっと部屋から出られず、世界を拒絶。いや違う、世界に拒絶された。あの子が、隠れてネット上で歌を歌うことしかできなかったあの子が、今やリドゥの女神になったのだ。あの子は人々に愛され、憧れと崇拝の対象となり、ここに永遠の幸福を手に入れた。娘の喜び、それを陰ながら支える。これが愛でなく何だというのだ。それだけか？何？本当にそれだけなのかと聞いている。貴様がどんな大層な思想で動いていたのか興味があったが、引きこもりの娘をチヤホヤさせるためにこんなことを。くだらない、くだらなさすぎる。後先を考えない愚行だ。こんなこととは何だ。リグレット、バーチャドールを演じている限りあの子は幸せなのだ。その環境を与えてやるのが僕という父親の役目だ。狂ってんじゃねえのか、てめえら親子は。それが父親の役目なわけないでしょ。恥を知りなさい。黙れ、カスどもが。これが愛だ。愛は何よりも強い。僕たち親子の邪魔はさせない。リングレット、聞こえますか？あなたの力を少しだけ僕に与えてください。リリドゥ完成を阻む仇敵をあなたのために討滅してみせましょう。危険な気配です。見りゃわかんだろ。止めるんだ。アリュン。なぜだ。リグレット、どうしたというのだ。まさかリグレットとのリンクが遮断されている。僕に力を。このままでは。頼む、リグレット。いや、サヨコ、サヨコ、サヨコ。貴様、さまねえな、クソ野郎。裏切り、もう、はあ、裏切ったのはどっちだてめえ。僕も隠し部屋で見せてもらったよ、リドゥの中身。サヨコだと？あんた間違いない、瞳課長だろ。あ、なんだてめえら、現実での知り合いってか？イエナガ、貴様、自分が何をしてるか分かってるのか？僕たちをずっと騙してたんだな。あんたは
そうんでもなんでもない。よくも、よくも学士どもをまとめるためには権威が必要だったからな。偉大なる学士ソーンの説得力が必要だった。盗み出したんだよ。行方不明になったメビウス事件の首謀者ソーン、夏目アスカの家からね。傑作だったよ。曲だけで思うように騙されてくれる冒涜だ。ソーンへの、僕たちへの。ソーンが憧れだったか。学士に選ばれたのも憧れの音楽家から認められたと思ったか。違うね。お前はサンプルだ。手近な人間だったからだ。バカにすんじゃねえ。僕は音楽なんて何がいいかわからないがね。クリエイターとやらは単純で助かるね。それに何を起こっているかわからないね。夢を諦めきれない愚かな人間にアイドル気分を味わわせてやったんだ。僕と娘に感謝したまえよ、家長。お前らイカれた親子に付き合わせるんじゃねえ。二度とその汚え声でさえずるな。クソが、僕を騙しやがって。僕には才能なんてないって分かってて利用しやがったんだ。クソ、クソ。何が起きてるの。光ってる。リグレットとつながった。行こう。ここで立ち止まってる場合じゃない。さよこ、さよ。まるでコスモみたいだ。話したら怒るよ。分かってるよ。うるさいな。 あんたって普段と随分キャラ違くない？どうしたの？まあね、いろいろあったんだよ。無理して背伸びするのやめたんだ。キューピーだって随分いつもと違うよ。いつもはもっとつまんなさそうにしてた。まあね、考えてみれば私たち学士お互いのこと何も知らないもんね。そうだね、興味なかったからね。私さ、男の人に抱っこされるの夢だったんだよね。そうなんだ。職場恋愛ってのもありか。ね、今のうちにワイヤーの ID 教えて。なんで今？だって私たち助かるんでしょ。わかった。
ついにここまで来たね。ようやく会えましたね。ああ、ブラフマンはどうなりましたか。それは確実なのでしょうか。僕らとの戦いの後、目の前で飲み込まれた。あれで助かったとは思えない。そうですか。では彼は本当に。だからそう言ってんだろうがよ。もうあんたを守る奴はいないんだから。私を守る者はいない。違う、怖かったんだよ。めちゃくちゃ怖かったんだよ。助けて。私バーチャドールなんかじゃないの。ただの人間なの。何なのこれ。ふざけてんのかてめえ。俺たちが今までどんな気持ちで。ごめんなさい、許して。でも私のせいじゃない。私のせいじゃないよ。私のせいじゃないで済む問題かよてめえ。ごめんなさい。私だってこんなことずっとやめたかった。でもあのブラフマンって人が怖くて嫌だって言えなくて。あの人、私を信じてる人たちの思いを裏切ったらどうなるかとかめちゃくちゃ脅してきて。だから怖くて怖くて、みんなの期待通りに動くしかなかったんだって。なんということだ。ねえ、聞いていいかしら。あなたはどうやってリグレットに、バーチャドールのふりをすることになったの？さっさと答えなよ。喋ります。ただ肩の力が抜けて疲れちゃった。あのですね、昔から私、学校でも家でも人と付き合うとか空気読むの苦手で、怒られたり無視されたり。わかる。あんたそんな感じするもん。ですよね。でもお母さんは何とかしなさいってすごく厳しくて、それで余計に嫌になって、いつからかもうベッドから起き上がれなくなってて。かわいそうに。ここまでのことをやってるんだ、かわいそうなもんかよ。それで中学入ってからは学校休むことが多くなって、ちょっとして完全に引きこもりの出来上がり。お母さんも諦めて家から出て行っちゃったんだって。それも私のせいなんだって。話が進まないな。ごめんなさい。お母さんがいなくなって、お父さんも。お父さんね。お父さんはあなたのことを愛してくれたんじゃないの？まさか。何年もまともに喋ってないよ。たまに家の中ですれ違うだけ。仕事人間ってやつだったのかな。口数も少なくて何考えてるかよくわからない人。お母さんがいなくなってからはもっと喋らなくなった。きっと私のことなんて何とも思ってなかったよ。むしろ扱いに困ってたんだと思う。マジかよ。でも誰かとつながりたいって思う瞬間もあって、それでバーチャドールの真似して歌ってみる動画を上げたりしてたの。お母さんが音楽の先生だったし、歌うのとかはちょっとだけ好きかなって感じだったから。そしたらね、何かだけど人が集まってくれて嬉しかったな。それがバーチャドールのリグレットの誕生の瞬間というわけか。
その時はまだリグレットって名前じゃなかったけどね。多分最初の頃に見てくれた人とかは私が普通に人間だって分かってたと思うよ。ごっこ遊びみたいなものだった。でもミュウより上手いなんて言ってくれる人もいて調子に乗ってた。嬉しかったから。そうか。でもなんかバーチャドールだからって設定が受けちゃって、今度はずっとそのふりしてて、結構ファンの人とかついてくれてそれなりに楽しくやってたら、ブラフマンからメールが来た。私のことをサポートするって。最初はよく分かんなかったけど、ブラフマンが手伝ってくれてから再生回数も視聴者数も嘘みたいに増えた。出自不明のバーチャドールなんてネットで話題になってどんどん大きくなってきたんだよ。世界中が私の話ばっかりしてる。何でもできる気がした。しばらくするとブラフマンが私だけの世界を作ろうって言い出した。メビウスのことも教えてくれた。よく信じたな、そんなヨタ話。本当だよね。でもブラフマンのことは信じちゃってたし、やり直したいって気持ちも強かったし、ミュウ以上の女神になれるって、弱い人たちの希望の光になれるって、ブラフマンの言葉にやってみたいって思ったの。だって仕方ないじゃん。どうしようもない人生だったのに、そんな役ができるならやるじゃん。あとはもうあんまり喋るとボロが出るからさ、神秘的な女神様を演じてただけ。そしたら大事になっちゃってさ。僕たちはこんな奴のために、このクソ雑魚メンタルに世界ごと引っかき回されたってことかよ。あなたはブラフマンが誰なのかは知ってるの？知らない。最初は頼りにしてたけど、正直得体が知れなくて怖くて気持ち悪い。女神役を演じることを強いられてたし、女神なんてずっとやめたかったのに。多くの人が待ってるっていっぱいプレッシャーかけてくるしさ。なんてこと。とにかくね、私もうさっさと現実に帰りたいの。こんなとこわけわかんないしバカみたい。なんて勝手なことを。なんで、なんで怒ってるの。私何かした？被害者じゃない。文句言ってぶん殴ってやろうと思ってたんだけどさ、その気すら失せた。どうしてくれんのよ。まったくだ、こいつに対して何を思えばいいんだよ。おいリグレット、もはや問答は無用。貴様のような人間にこれ以上振り回されるのはもうたくさんだ。母のため、仲間のため、人間のために、お前を殺すぞ。ちょっとキーちゃん、その言い方は。止めるな、ササラ。言いたいことはわかる。しかしそうせねば現実が。そうそう、殺そう、それでいいんだよ。え、何それ。私がリドゥで死ねばこの世界は終わるんだって。でも自殺だけはできないようにブラフマンに設定されてるみたいでさ。だから私みんなを待ってたんだよ。最初は本物のバーチャドールが来たって、正体がバレちゃうって焦って殺そうとしてたんだけど、どんどん隠し倒していくじゃん。もしかしたら全員倒してくれるかもしれないって途中からは応援してたんだよ。みんなの正体がバレないようにリドゥ中の映像からみんなの戦ってるところ証拠隠滅したり。なるほどね。俺たちの協力者はリグレット自身だったか。さあ早く殺して。そしたら私もみんなも元の世界に帰れる。
そんな悲しいことを笑顔で言わないで。悲しくも痛くもないから大丈夫。だってここは現実じゃないんだからさ。違う、それは違う。ここには悲しみも痛みもあった。それはきっと現実と変わらない。ううん、現実以上だったかもしれない。いや、他の人はそうかもだけど、私は違うから大丈夫だって。というか、それしかもうここから逃げる方法ないんだから。リグレットに怒っていないのかって不思議と、そんなことはないのだ。あいつが人間ならば、キーが救うべき相手だ。母の汚名を注ぐために始まったのだが、実は今はそんなこと考えていないのだ。人間を救いたい。キーはお前たちといる間に母に少し近づいたのかもしれないな。ありがとうな、半身。自分の行為は家族愛だとブラフマンは言ってた。とっくに壊れた家族との関係への罪滅ぼしのつもりだったんだろうね。娘が喜んでると信じてさ。家族って難しいね。人事のようには聞こえなかったよ。他人から求められる気持ちよさって中毒みたいなものなんだよ。ダメになっていく人を何人も見てきたし、それを失うのも怖かったんでしょう。心底ムカつくけど、人思いに楽にしてやろうよ。リグレットは俺たちの悩みに寄り添ってくれる女神なんかじゃなかった。俺は逆にすっきりしていますよ。人間の犯した過ちは我々人間でケリをつけましょう。ミュウが作ってくれた私だけのメビウス、それがこんなことを引き起こしてしまった。あの人たちだけを責めることは私にはできません。絶対に幸せな結末にしたいです。私に関わってくれた皆さんの決断を正解にするために。不器用な父親だったのね、ブラフマンちゃんは。あの二人のやったことは決して許されてはならないと思う。でも帰宅部のみんなと学士のみんなとリデューにいる人たちと一緒、あの子もとてもかわいそうな子だわ。僕たちはあんな奴らに振り回されてたのか驚きだよな。いいさ、あいつを倒そう。倒して現実に戻るんだ。ブラフマンはミュウを開発した会社の関係者かな。であればメビウスのログを何らかの形で手に入れることもできるだろう。娘のアイドルごっこを応援したい気持ちとメビウスを利用することが組み合わさったんだ。考えうる限り最悪の思いつきだな。許せねえ。俺は許せねえよ。あのクソ親子のおままごとに巻き込まれただけだなんて。俺も他の奴らの人生もおもちゃじゃねえんだぞ。
もう話終わった。やろう部長、お前は人類を救うために。部長！任せて！部長さん！しっかり！てめえ、よくも騙しやがったな！ぶっ殺す！何これ、何なの？罠ってことね。心底クズだわ、あんた。違う、私は殺してほしいんだってば。まだ言うか。違うんだって。何これ、いや、何なの。これはリグレットを求める声だ。それが俺たちを攻撃させている。リグレット様、リグレット様、リグレット様。やめて、応援しないで。リグレット様、リグレット様、リグレット様。自分のことは自分でやれよ。人任せにすんな、クソども。バーチャドールに人の気持ちはわからない。お前たちにそう言われ続けて、キーは自分の存在意義を考えていた。キーだけじゃない、母がやったことも。でも今確信したぞ。